皆さん、こんにちは、こんばんは。いつもご視聴していただきありがとうございます。二所ノ関部屋の大の里が大活躍していますね。令和6年夏場所も春場所に続いて優勝争いに加わりました。15日目の千秋楽では阿炎を破り、12勝3敗の成績で見事に初優勝しました。そこで今回は夏場所の熱い戦いを振り返り、大の里の強さの秘密に迫っていきたいと思います。今場所の取り組み初日、照ノ富士、大の里は照ノ富士にまわしを取らせる前に上体を浮かせておいてから一気に攻め込んでいき、右腕を照ノ富士の左脇に入れて投げを打っていきます。先手必勝ですね。大の里は昭和以降歴代2位のスピード出世で、たった6場所で新三役に昇進。横綱の照ノ富士には2度目の挑戦ですくい投げで撃破という強烈な強さを見せつけました。所要6場所での新三役は過去の逸ノ城の5場所に次ぐ速さです。さすが大学時代にアマチュア横綱2連覇の破壊力はすごい。初土俵からわずか7場所目の歴代最速優勝を目指していってほしいと思わせる内容でした。2日目、高安との取り組みでは立ち合いはほぼ互角ですが、差し手争いから一瞬両者が離れますが、高安は一気に大の里に攻め込んでいきます。土俵際で残しますが、大の里はさっとかわすのですが、土俵の俵と高安の右足に引っかかり倒れ込んでしまいます。この場合は運が悪かったとしか言えないですね。土俵際で動きが取れず力を発揮することができませんでした。3日目、翔猿、立ち合いは行司が手をついてと言った瞬間、大の里は飛び出しましたね。翔猿はまだ手をついています。翔猿は顔を上げる間もなくこの状態で当たります。翔猿は必死で振り払うように両手をこのように右に振っているのが分かりますね。内心翔猿はおめえ立ち合い早すぎるだろうがと思っていたのかもしれません。大の里は一気に圧力をかけていきます。翔猿はこのように両足を開いて必死でこらえていますが、このように大の里は翔猿の右の脇から左腕を入れていき、簡単に寄り切ってしまいました。相手につけ込む隙を与えず自分の相撲が取れましたね。4日目、若元春との取り組みも立ち合いはこのようにいい当たりで相手を起こしていますね。位置もかなり踏み込んでいて有利です。若元春は必死で大の里の回しを取ります。若元春はどんどん攻め込んでいきますが、大の里は若元春の右脇に左手をかけていますが、この時は若元春の右腕を使えないように封鎖していますね。そして右手を若元春の後頭部にかけて投げる形にしていますね。同時に体の向きを変えて相手のバランスを崩しています。大の里は若元春が押す瞬間に体をさっと左にかわしながら若元春の右腕を封鎖しておき、右手で頭を押さえながら土俵外に投げました。若元春は土俵の外に叩きつけられてしまいました。押してくる相手をうまくかわして腕を殺しておいて投げる相撲がうまいですね。決まり手は突き落としでした。5日目、霧島、立ち合いは霧島が有利でした。さすが大関、しかしすぐに霧島の回しを取り一気に圧力をかけていきます。霧島に投げを打たれて大の里は左手が土につきそうになります。左足で踏ん張り残して今度は右腕で逆転の下手投げで撃破、大関を倒しました。なおこの取り組みは審判員から同体ではないかと物言いがつきましたが、協議の結果軍配通り大の里の勝ちということになりました。6日目、琴桜、立ち合いは琴桜が先に飛び込みました。大の里は果敢に攻めていき右手で投げを打ちます。琴桜が残すのかと思いましたが簡単に決めてしまいました。7日目、熱海富士、立ち合いは熱海富士の方が早かったです。この後はぐんぐん前に出る熱海富士に大の里は土俵際まで追い込まれていきます。さらに体を起こされて危ない大の里ですが、土俵際俵に左足をかけて体をひねりかわします。この時熱海富士の右腕を押さえながら体勢を崩そうとします。しかし熱海富士はさらに寄ってきて土俵際で全体重をかけてきました。危ない大の里、大の里は必死でこらえながら体の向きを変えました。しかし熱海富士の攻めはさらに続き、最後このように大の里は俵に両足で踏ん張りながら抵抗しておき一気に力を抜きます。熱海富士は全体重をかけていたので急に力を抜いて前からいなくなる大の里に対応することができなくて
前に倒れ込みます。大の里は最後の土壇場で大逆転できましたね。相撲内容は熱海富士が終始攻めていましたから、熱海富士はさぞかし悔しかったことでしょう。最後は二人ともこのように転がりました。大の里は最後まで諦めず、熱海富士の圧力を反動に変えての最後の土壇場での大逆転、うまいとしか言えません。8日目、大栄翔立ち合いはこのように大の里は胸で受け止めました。その後はこのように大栄翔は激しく大の里に突き押しの連打を浴びせます。しかし一瞬離れた瞬間に大の里は体の向きを変えました。そこに大栄翔は突っ込んでいき自爆します。激しく土俵の外に飛び出していきました。大の里は相撲の実力もあるし運動神経も優れていることが7日目と8日目の相撲で分かりますね。前半を終えて負けたのは2日目の高安との運が悪かったとしか言えない相撲だけなので、後半戦の相撲は高確率で勝てるのではないでしょうか。特に横綱の照ノ富士や大関の霧島、琴桜、関脇の大栄翔など強い力士にすでに勝っていますからね。9日目、平戸海立ち合いは平戸海が大きく踏み込んでいきます。これで平戸海は有利な展開になりそうです。大の里は平戸海の圧力をまともに食らいどんどん下がっていきます。今度は下から突き上げられて上体が起こされていきます。大の里は攻め込まれていくばかりで応戦できない。平戸海は中学卒業後にすぐに入門しての叩き上げ。一方大の里は日体大のアマチュア横綱2連覇のいわばエリート。平戸海は踏み込んでいこうと思った、引いてくれたので前に出ようと思ったと話しており、同年代で叩き上げの意地を見せつけました。大の里がここまで一方的に攻められて大負けするのも珍しいですね。これで7勝2敗の力士が琴桜、大の里、御嶽海、湘南の海、宝富士の5人となり、優勝争いは大混戦になりました。10日目、豪の山との対戦は一方的に大の里が攻めて圧倒しましたね。昨日の平戸海の時とは違って立ち合いから勢いよく当たりました。勝ち越したことに八角理事長も次のように絶賛。しっかり踏み込んでいて自分のやることが分かっている、こういう相撲を見ると強いなと思う、当たって思い切って出ようとしたんだろう、昨日はそれがなかった、ということで申し分のない取り組みでした。湘南の海と宝富士が2敗をキープしていて、琴桜は敗退し3敗となった。星1つの差で琴桜や大栄翔ら7人が後を追う展開になりました。11日目、豊昇龍との取り組みは一瞬で投げられてしまい開始5秒で終わってしまいました。過去2戦2敗の豊昇龍に立ち合いすぐに右の下手を取られ、下手投げに屈しました。豊昇龍の強烈な投げに181kgの大の里が吹っ飛びましたね。12日目、宝富士との対戦は昨日の豊昇龍とは打って変わって一瞬で勝ちましたね。あっという間に押し出しました。この日単独トップの湘南の海が敗れ2敗力士は消滅、大関の琴桜は辛くも3敗死守、大の里、欧勝馬の4人での優勝争いになりました。13日目、裏、今日の大の里はあっさりと裏に勝ちましたね。分かりにくいので駒送りで見てみますと、裏は立ち合いから潜り込むように下から当たりますが、大の里は裏をよく見ており、背中の上には乗りませんでした。背中を見せてしまった裏は何もできないままバランスを崩して簡単に押し出されてしまいました。何か大技をしようとしたのでしょうか。3敗で琴桜、大の里が首位で並び、4敗は豊昇龍、阿炎、大栄翔、湘南の海、欧勝馬の5人となったので、まだあと2日で誰が優勝するのか分からくなりましたね。14日目、湘南の海との立ち合いもこのようにしっかりと右を差していきます。そしてここから一気に圧力をかけていき、湘南の海は何もできないまま万歳状態になります。一気に土俵の外に弾き出されてしまいました。一方琴桜は阿炎を土俵際に追い込むが、右腕を手繰られ逆転の押し出しで4敗となり、11勝3敗で大の里は単独トップに立ちました。千秋楽、阿炎との対戦もこのように簡単に押し出し勝利しました。立ち合いは阿炎の突っ張りが一つ当たりますが、すぐに体の向きを変えて
阿鼻を一気に押し出します。落ち着いた身のこなしとパワーに阿鼻は叶いませんでした。ついに大の里は12勝3敗の成績で優勝、初土俵から所要7場所の史上最速記録で初優勝することができました。大の里の強さの秘密は、大の里の相撲は一言で言うとオールマイチと言えますね。突き、押し、右四つ、寄り、その場で最適な相撲が取れるのです。自分の相撲に持ち込むことができれば最強ですし、攻め込まれても落ち着いた判断力で反撃したりかわしたりできます。相手の力をうまく使い反動を利用するなど運動神経にも優れている点が総合的に相まって、どんな相手でも受けこなすことができる力士だと思います。身長192cm、体重181kg という恵まれた体も武器に、今後の相撲がぐんぐん伸びていくのは間違いないですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。あなたのコメントやいいねをいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは失礼いたします。